主年のおっさんが描くワンピース似顔絵。このキャラは誰でしょうか。さあ始まりました。本日も気持ち込めて即興で描き上げていきます。まず初めに言っておかないといけないことがあります。この方、下手です。ただ、なんでだろう。何か応援したくなるんですよね。皆さんもそんな時ないですか。僕はあります。まさに今です。口では出しませんよ。でも、心の中で頑張れ、頑張れって何度も言ってます。これってファンですよね。これからも私はこの方を応援しようと思います。はい、それでは描き上がったみたいですよ。皆さん、答えわかりますか？声に出して言ってみてください。それでは正解を言います、ね。よろしいですか？ 3、2、1、5。正解はコメント欄に。こんなやついますよね。私はそんなことしません。正解はこちらです。身寄りのない子供たちを救うため、羊の家を運営しているセモです。しかし、その正体は世界政府と対等を持ち、秘密裏に孤児を将来の会へ、サイファポール候補として人身売買を行い、村社会では山田の湯を知られていた。そんな私は、マザー・ハルメルと申します。皆さん、正解にたどり着くことはできましたか？正解だった方をおめでとうございます。不正解だった方も、懲りずにチャレンジしてください。また、描いてほしいリクエストのシャンちゃん待ってます。そろそろお別れの時間となりました。本日ナレーションを務めさせていただきましたのは、ロンパオことひりゆきでした。この何とも言えないチャンネルですが、今後ともども、ハマチャンネルを応援してあげてください。ルーティングではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ、サンキュー。ワンピースっていいですよね。これからも私は読み続けますし、愛し続けます。I love ワンピース。皆さんもワンピースの世界へお移りいたします。野郎ども準備はいいか出航